底辺だ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 。え、何が大変なんだって。違う違う、そこのあたりと書いて底辺。どうもこんにちは、底辺おじさんです。よろしくお願いします。いやー、道を歩いてると職務質問されることってよくありますよね。でも底辺おじさんすごいプライドがあるから、ご主人仕事は何ですかって聞かれたらこう答えるんですよ。無職です。え、どこにプライドがあるかって、実は3年前派遣のバイトに登録してまだ呼ばれてないんだ。だからプロとして仕事をしないんでまだ無職です。伝わらない、底辺のプライド。はい、底辺だ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 。底辺おじさんの健康講座。いたたたたいたたたた、虫歯が痛いことってありますよね。そんな時は強めの缶チューハイを飲んで2ヶ月過ごしてください。神経まで溶けて痛くなくなるよ。底辺だ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 。底辺おじさんのモノマネっていうかドキュメントをします。ベガスベガス西田賀店で6万円突っ込んでもう引くに引けなくなって、閉店間際の23時25分にスーパーリーチがかかって、当たってくれという気持ちと、もう当たらなくていいっていう気持ちが複雑に交錯する俺。これ当たったパターンですね。だって20、あ、伝わってね、あの23時25分に当たってももうどうしようもないわけよ。だって店閉まるんだから、玉が出てもそれで終わりなのよ。残りの確変はそうか、俺が熱弁することっていつも伝わらない、いつもそうなんだ。大変だ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 。じゃあ最後に、あの病んでる底辺おじさんをします。職務質問するおまわりさんはご主人って呼ぶし、フィリピンパブの人は社長さんって呼ぶし、親はおいとしか言わないし、私の本当ってどこにあるのかな。大変だ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 。じゃあ今日は、あの家に帰ったらボランティアで底辺に拍手をしたと書いてください。どうもありがとうございました。